薬学における半減期とは、薬成分の血中濃度が半減するまでの時間のことを指す。血中半減期、消失半減期ともいい、文章上では T1 にあるいは T1 2 T ハーフと表記されることもある。一般に、成分の血中濃度が最高値の半分以下になると離脱症状が出やすくなることから、薬が 生体に作用する時間の目安とされているが、薬の血中濃度が下がる時間は、個人差や環境による差異が大きく、あくまでも目安に過ぎない。薬の投与した瞬間を0時間とし、最高血中濃度到達時間、半減期に沿って減衰しつつ、定期的な服用によって、血中濃度が上昇していく様子。 血中濃度は5から6回の繰り返しの服用によって一定にまで上昇する。薬を飲んだ瞬間を0時間とした場合、薬成分の血中濃度はある程度の時間が経過した後に最高血中濃度に達する。CMAX に至るまでにかかる時間を最高血中濃度到達時間と呼び、その後は一般に薬成分の血中濃度は徐々に低下していく。 この血中濃度が低下していく過程において、ある時点の濃度から濃度が半減するまでにかかる、時間が、半減期である。血中濃度が下がる理由は、ほとんどの場合、肝臓などで、代謝されたり、尿や瓶で排出されるためである。離脱症状が生じると、病気によっては、患者が非常に危険な状態になりかねないため、前に投与した薬の半減期が来る前に再度薬を、 投与する必要がある。逆に、血中に出てくるまでに時間がかかる薬の場合は、血中濃度が低いからといって、投与を増やすと、CMAX が高くなりすぎることがある。そのため半減期は、薬を投与する頻度に大きく関わってくる。例えば半減期が8時間前後の薬の場合は、毎食後に24時間前後の場合は、1日1回という具合である。 ただしこれは持続性の薬に適用されるもので、一時的に作用すれば良い頓服薬についてはこの限りではない。薬成分が CMAX に到達すると、半減期は概ね指数関数の形を描く。例えば、ある薬 A の半減期を見てみる。まず、薬 A が CMAX イコール100に到達し、濃度の低下が始まる。3時間後、その濃度は、 文字通り半分になる。濃度が現在の半分になるには半減期3時間が適用される。濃度25の薬 A の濃度がさらに半分になる時も3が適用される。同様に適用して濃度は6.25になるまでに3時間が必要となる。以下同様、このように次の半分の濃度に低下していく期間は固定で濃度の変動幅は 初期段階の方が早く、時間が経つにつれて長くなっていく。ありがとうございます。